俺らに希望をくれ。一寸の光で、一寸の光をくれ。取る、取るよ、取るよ。8枚目。8枚目。え、午前中に？いや、9枚目ですね。ジャグラーで9枚目です。おお、やりました。エサ投資が22,000円です。あなたの番でした。もう残り時間が約1時間ほどになりましたんで、はい、ちょっとラチがもう開かなくないですか。そうですね、そうですね。3番でしょ、孝太郎さん。はい、僕今ちょうど3番で、まあ我々もビッグ引いたんで、はい、ちょっと提案があるんですけど、はい、一旦解散しませんか。出たー、アナバンズ。アナバンズ、いや、そうっす、もうそれしかないですよね。だってもう8万っすよ、はい、3人で、で残り1時間でしょ、はい、4000枚を1人で背負おうと思ったらもう絶対無理だから、はいはいはい、今からプラス1000枚が目指せる機種を選んで、うん、なんとかちょっと継承に、ね、あわよくはこれまくりんじゃないかみたいな、はい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 、だからその可能性のある機種をチョイスして。そうです、じゃ解散しますか。そうですね、一旦ちょっと、はい、だもうその大選択にはもう全くもう文句言い合いこなしで、そうですね、わかりました。そうしましょう。各々の判断で、ね、はい、ちょっともう厳しいわ。あと1時間後に再開しましょう。再開しよう。わかりました。またね。そうですね、はい、お疲れ様でした。お元気で、明日で来てくださいね。また後ほど健闘を祈ります。各々の、はい、わかりました。じゃあまた後で、あ、6ゲームだ。もうどう見てもダメじゃないですけど、カバネリ 1ST 勝負でいきましょう。さあでは、アナバ始まって以来の3人それぞれ単独プレーということで、僕はカバネリですね。データを見る限り前回駆け抜けでもリバでもないんで、まあ、天井は短縮されてない、そんな中、まあ少ないけどベストはそのゲーム数100のところで当たってくれて、でそれで SD、それができればこのジャグラーの持ちコインで ST をやれる。でその ST でもビバまで持っていく。で1500枚ぐらい出して実戦終了。いや、ある意味は良かったのかもしれないですけどね。そのアイムジャグラー3人で何で打ってさ、300枚のマイナスでしたってなると、まあ穴ワンらしさってもう全然ないじゃないですか。いや、よくねえよ全然。ジャグラーで8万ってなんだよ。本当にシャレになんないよ。でもこの作戦がね、功を奏すなんて、そんな甘い考えは抱いちゃおりませんけども、まあ、最後になんかこう一あがきしてさ、3人中2人走り出したぞ、これはひょっとしてみたいな、そういうところをね、ちょっとお見せできるように頑張ります。ビバ降りが来てるよ。もうビバ行ってくれ、ビバ。5枚いったよ、これは外せないね。115ゲームまだ持ちコインです。さあ粘れよ、イコマ、お前の反骨心を見せてくれ。来るだ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 、もう子役がついた後に、もう連続攻撃すぐ仕掛けるこいつ。いや、ちょっと回復、回復させてくれ。ちょまずい。やっ、ああ、オッケーオッケー、壊してた。いや、マジでやってる場合じゃないって、僕はもう波状攻撃仕掛けてくるな。今引くな、久しぶりに着替えるの。そんなね、一発台ってわけでもないんですけど、もうここぐらいしかないので打っていけます。浅宗戦国です。一応ですね、浅宗戦国が2台設置されていて、うち1台、私が打ってない方の台ですね、別積みもしております。2台中1台だけ出てる状態ですね。ただスルー回数天井とか目指し始めたらキリがないので、1機掛けでもう全て決めます。さあ追加投資です。23,000円目。
今おのおの持ってる IC カード分で全員で合わせて10枚なんですけど、絶対追加することになりますもんね、3人とも。怖いよ。なんか淡い期待を抱いて政宗戦国にこうすがりつくこと結構あるんですけど、すがりつくと大体天井行くんですよ。これ受け入れます、仕方ない、最終的に出せばいいんだから、搬送させればいいんでしょ。ここから先は自分のお財布から出します。もうあの仮財布の中身ゼロなんで。ひどいですね、天井到達です。504ゲーム行ってみましょうか。現在総投資が3万2000円です。移動してから追加1万円入れてます。ハサミだ、微妙。そりゃさ、ドスの効いた声も出るよ。やめてお願い、小十郎だけは。回ってない。お願いします。ケイ、早くないか、せめて中。いや、左がいい。急大点ですね。行きましょう、直江です。ここで追加投資ですね。何個？2個じゃ足りないよ。ラスト、ひどいですね。結果5個ですね。厳しいです。お、ビリビリ付きでした。スタートラインにも立ってないんですけど、戦う権利は得ましたのでしっかり決めていきます。お願いします、行くぞ。自分のためにもみんなのためにもお願いします。大事な戦国です。天井とかないですかね。医療士結成で爆乗せするだけなんで頑張ります。いやー嬉しい、よかったよ。投資が止まりました、3万3000円で。抜いとこう IC カード。いやー今の直江がナイスでしたね。戦国までたどり着けてなかったらもちろん知れなかったことなんで、よかったです。おっしゃ、大延長目指します。青でいいよ、契約引き分ければいいんでしょ。ええよ猫さん、チャンスとかさ、なんか声出してもらっていいですか。どうしようでない、白地。ここまでは保証分シングル、プッシュも出ない、白地。ジベルですか。よしよし、高確率上がりました。もう7を狙い出なくていいです。どうですか、出るか。いなくならないで、なんでよ。来てしまいました、3回目。 OK、白地だ。いつ終わってもおかしくないです。耐えてお願い、そこはなんとかですよね。レベル1でした。本当心意気だけはあったんですけどね、これはやめていただきたかったです。まあ、連打しても変わらないと思いますけど、90ゲームスタートですね。はい、3桁いかず、まあまあでもまた戻せばいいだけなんで頑張りましょう。
笑うしか相手ないんだよね。はい、それでは笑うっていうか、まあ、全然笑えないんですけど、これ10枚目いきます。この台は本当にね、ビッグとレギュラーでえらいもう天と地のほど違う台なんで、だから1回ボーナス当ててビッグやったら望みはある、そしてレギュラーやったらその時点で終わり。いやでもまさか今日こんなことになるとは思わへんかったって多分みんな言ってると思うけど、いや多分これもう今10枚目でしょ、で多分みんな多分追加投資になると思うんですよ。って考えたら10万じゃ効かんすよね今日。お、あれこれね、いきなり嫌だったんですけど、多分119モードいるわきっと。え、200ゲーム多分199の振り分けがあったはず。やばい、これいってるぞ多分。これ3回はしかもループするんですよボーナス。まあとりあえず当たりました。まあ199よなこれな。よしよしよし、総投資が、37で、ここなんですよマジで。いくら早い初当たりを引いてもレギュラーを引いたら何にもなりませぬ。ここよ、絶対ビッグ引けよ。カモン、よっしゃ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 、きたー、よかったー。あーなんとかだったな、まあ、まだ何もなってないけどとりあえず土台には立てた。で、まあ、30ゲームあるんで、ここでいかに何回早くこれリプレイ引いて、リプレイからエアク引いてジャックインを何回させられるか。あ、で、ドーンチョイス来た。マジでこれは熱い。これいきなりチャンス来ました、リプレイから。これでね、そう、この先の運命は自分のこのナビ、ファーストナビでどこに行くか。ここ今右やともう通常のジャックになるんでしょぼいんですよ。で、ネクストでどん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 ジャックのレベルというか位を上げていく。ここだ、よっしゃー、オッケーオッケー、はい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 。これで、まあ、まだしょぼいですけどね、ナビ20はしょぼいんで、まあもうここですね。真ん中以外、真ん中以外、この辺、よし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 、うまい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 。で、これでまあ1個上のとこ、1個上というか、まあでもこれもしょぼいんで、まだここ、やばいやばい、ここまで来た。ただね、ちょっとアイコンがあんま強くないんだな、まだ。これで新ジャック行くんで、ただまだまだまだ左、うわーかー、4回目まで行ってここで極みとか持ってくる時もあるんですけど、まあまあまあいいジャックイン。すごいですね、もうなんか疲れた、すごい。さあでは行きましょうか。これでも十分そのやれれば完走とかまで持っていくことだって可能なんで、まあ今ここ映ってるかな、映ります。これ1段階、2段階、3段階、4段階、5段階で50ナビってなるんですけど、これ 80% でループしていきます、10ナビ消化したら。だからもう最高までいけば50ナビもらえるし、もう一気に出玉なるんで 80% 継続頑張りましょう。はい、継続ジャッジ、まあ、80% ループなんで、そうそう一発ではドーンというわけでプラス10、いいね。通常のジャックやともう10回とかで終わりなんですけど、もう誰の番かは分からんけど、自分じゃなくてももうこの負けはもう味わってほしくないんですよ、ほんまに。もう10万負けのショックってすごいから。さあ2回目のジャッジ、まだまだこんなんでは終わりません。はい、ナイス。あ、レアクイーターか、スイカ。さあ3回目の継続ジャッジ、大丈夫。さあ突破してくれ、4回目
頼む、エリックいける気がする、すげえいける気がする。そらさ、あんだけアイムでひどい目に遭ってんからね、エティケ打った時はいい引きちょっと見せてくれてもいいと思うのよ。よしよし、あと1回や、これいったらでっかいぞ。さあここ勝負、5回目ドーン、できれば50ナビもらえる、来いよ。うそー、うわーマジかよ。いやまあ頑張ったけど、頑張れた方やけど、でもあと 80% 落とすか。あーナイス、チャンス目が、はい、でまたこれチャンス目からドーンチョイス、またいった、こんなポンポンいくもんじゃないですよ。さあまたまたシンとかのチャンス出てきましたから、これ熱っ。あここで3回目でシンがあったか。あ今回まあまあいいよ、左中左中、よし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 、真ん中以外真ん中以外、次極み極み極み、よーし、よっしゃ、ちょっと待って、俺極み初めてやわ、絶やから次これめちゃくちゃいいぞ、やばい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 って。あこれはレア役引いた、昇格するんちゃう、これ追加、あーやばいやばいやばいマジかよ、最後まで来たよ、ラストチョイス、うわー絶取りてー、うわーこれレバーオン行きます、笑わしてくれ、笑わせろ、真ん中や絶や、うおー頼む、行きます、最初からここに一組目でした、ありがとう小十郎。さあリプレイ行こう、これねベルナビがもうさっき10回やったんですけど30回めちゃめちゃいい音するやん。JB スタンプラリーが開催されますので詳しくは概要欄をご覧ください。そしてチャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いします。